Hi, everyone. ミリタリー大野です。今、音楽業界に従事するアーティスト、ミュージシャン、ライブハウスの経営者、イベント会社等、大変な時期だと思います。まだ日常を取り戻すには時間がかかると思いますが、一緒に頑張って乗り切りたいと思います。よろしくお願いします。このエピソード3はアウトキャスト時代の後編です。ではご覧ください。そして他のバンドみたいにアウトキャストは大ヒット曲はありません。代表曲はありますが、なかなかヒットには恵まれず、アウトキャストは、全てのレコードが全部自作自演ですから、プロの作詞家作曲家を使った作品は、まあ企画もんで鉛筆が1本だけです。それ以外は全てメンバーで作詞作曲編曲をしてきましたから、そういう意味でヒット曲がありませんから、プロダクションの方からどうだ、プロの作詞家作曲家を使って A 面を作ってみたらどうかという話が上がり、プロの作家を使ってやろうということになり、その時代、堤恭平先生もグループサウンズのいろんなグループでヒット曲を出していました。で、我々がいたプロダクションの音楽出版部門っていうのがありまして、堤恭平先生はそこに所属していたみたいで、曲を作ってもらったらどうかということで、確か作詞は橋本淳さんで、結果アウトキャストの最後のレコードになりますが、愛なき夜明けという曲を発売することになります。ちなみに B 面は、まあ我々のオリジナルを使ってくれるということで、リーダーの水谷さんが、大野お前曲作ったらどうだって言われて、初めて、作詞作曲した曲を B 面に入れていただくことになります。愛なき夜明けの B 面の二人の秘密という曲を作りました。この曲を作ったのは確か高等劇場の森進一さんのショーに出演させていただいた時です。楽屋で作ったと思います。そのレコードがこれです。ということで、この愛なき夜明けのレコードが最後となり、アウトキャストは解散することになります。水谷さんと松崎さんは新たに、渡辺プロダクションでアダムスというバンドを作ります。アウトキャストを脱退した藤田浩一さんは、その後高宮裕二さんをボーカルに迎えてザ・ラブというバンドを結成します。そして1969年3月にグループサウンズの末期ではありますが、当時有名な越路吹雪さんとの共作でイカルスの星という曲でデビューをします。アウトキャスト時代の思い出としては、いろんなジャズ喫茶に出演したこと、またいろんなイベント会場に行ったこと、地方に行ったことがあります。ジャズ喫茶でいうと新宿のアシュベ、池袋のドラム、上野のテネシー。上野のテネシーではスパイダーズと対バンになった時の思い出があります。確かお客さんは数人しかいなくて、まあ 5,6 人しかいなかったでしょうかね。お客さんが少ないからといってスパイダーズもアウトキャストもステージでは手を抜きませんでした。しっかりといつも通りの演奏をしていました。
私思うのですが、やはりその時ステージで手を抜かないでやるというポリシーが今の我々の根底にあると思います。しっかりポジティブに向かっていく姿勢、私はグループサウンズからこれを学びました。それと横浜のロンスターだったと思いますとか、大阪のまあ皆さんご存知有名な難波市場、タイガースが出演していたジャズ喫茶です。あと名古屋にグランドキャニオンというジャズ喫茶がありました。そこの思い出は確か、後にオックスのリーダーでベーシストの福井さんと出会ったことを覚えています。キングスというバンドでベースを弾いていたと思います。そして仙台にはグランドパレス、その後私のベースの弟子になるんですが、ライダースというバンドのベースを弾いていた大野美猿という男にもそこで出会います。今でも友人です。あと豊島園のアイススケートリンク、川崎のアイススケートリンク、冬です。冬アイススケートリンクでベースを弾くっていうのはもう手がかじかむわけですから大変です。それで手袋をしながら弾いていたのを思い出しました。その時私はもともと指でベースを弾くんですが、アウトキャスト時代、中盤から、ピックで弾いてる時代もありました。なので手袋をしてベースを弾いてもピックを持って弾きますから、大丈夫なわけです。あと福岡のでかいディスコに行ったことも覚えています。大きかったですね。体育館ぐらいあったでしょうか。何しろ大きいディスコ会場でした。それとテレビにもいろいろ出させていただいたのを覚えています。 TBS のヤングセブンツーを朝5時入りですごく早い時間にテレビ局のスタジオに入ったのを思い出しました。それとか、まあ、ザ・ヒットパレードも出演させていただきましたし、あと、その時代昭和の時代、各レコードメーカーが各テレビ局に音楽番組を持っていまして、我々が所属していた定築も定築アワーという番組をフジテレビだったと思いますが30分番組をやっていまして、そこにも何回か出演させていただきました。その時共演した人は石原裕次郎さんとか南春夫さんとか、あと鶴岡雅義とロマンチカなどの人たちと共演したのを覚えています。アートキャストの時代にいろんな地方いろんな場所に行ったことは今走馬灯のように蘇っています。アートキャストを解散して50年後、2016年にグループサウンズフェスティバル2016というイベントを企画して、アウトキャストのメンバーに声をかけました。ねえみんな、最初で最後の再結成やろうよと話をしたところ、水谷さんも松崎さんも西川さんも中澤さんですね、中澤さんは、アウトキャスト J 中澤博光という名前でしたが、その西川博光という名前で活動しています。皆さん心よく受けてくれて、2016年のイベントで再結成をすることになります。その時全員で記念写真を撮りました。もちろん我々が音楽業界で大変お世話になったアウトキャスト時代のチーフマネージャー和久井さんもいらっしゃって、5人で写真を撮りました。
その時ステージで演奏しているメンバーの写真をご覧ください。グループサウンズフェスティバル2016でナビゲーターを務めた近田ハローさんが言っていました。アウトキャストってグループサウンズの勝ち組だよね。私は水谷さん、松崎さん、本地さん、西川さん、藤田さんたちと同じバンドで共に過ごしたことを誇りに思っています。なぜならその後彼らは音楽業界で素晴らしい功績を残したからです。グループサウンズの一部の方々は音楽業界に残りましたが、グループのメンバー全員が業界で活躍したのはヒット曲バラ色の雲のビレッジシンガーズの皆さんとアウトキャストぐらいです。この辺の話はまたエピソードの続編で触れたいと思います。私はしばらくディスコバンドをやっていたんですが、アウトキャストが所属していた定築レコードの担当ディレクターの方から連絡があり、大野、お前新生アウトキャスト作れよと言われまして、新生アウトキャストを作ることになります。私を中心にまあいろいろメンバーを探し回りまして結成しますが、その時トニー・タイさんという有名なコメディアンの方がいらっしゃいまして、その息子さんがギターがうまいということなので、じゃあギタリストで入れようということになって、私と他のメンバーとトニー・タイさんの息子さんの谷克美さんが新生アウトキャストのメンバーになります。定築からレコードを出すことになりますが、なかなか我々でいいオリジナルができないもので、洋楽の曲で空に書いたラブレターという放題ですけど、そのレコードを発売することになります。風が強い日は黄色い凧あげよう、それと新生アウトキャストではテレビのレギュラーをやらせていただいたことがあって、確か今でいうテレビ東京だと思います。なんか音楽の勝ち抜きトーナメント合戦で、それの板付けバンドみたいのをやらせていただいたことがあります。その時の思い出としては、確か日本撮りの収録番組でどっかの公会堂でいつも収録をするんですが、年末のお正月番組の日本撮りで、お正月に放送する分ともう一本お正月明けですかに放送する分とがあるんですが、その時確かお正月の方で演奏しなきゃならない曲をお正月後の方に演奏してしまい、大目玉を食らった思いがあります。大失態です。そんなことも思い出しました。レコードデビューも果たし活動していきますが、だんだんグループサウンズもいろいろな影響で下火になっていきます。それで新生アウトキャストも短命で終わることになります。その時有名な女優の大原麗子さん、あと純とねねという方々が所属している、まあ偶然なんですが、私と同じ大野プロダクションというところに所属していました。それでプロダクションの方から、もう限界だな、もう終わりだ、
解散しろと言われ解散することになります。グループサウンズ時代の真っ最中、1967年12月に突然アングラレコードなるものが出現し、オリコン1位になる曲が出てきます。後に新しい若い人たちの音楽の幕開けとなる曲です。そうです、フォーククルセイダーズの入ってきた酔っ払いです。その後年間のランキング2位の楽曲です。まあいろんな要因で華やかだったグループさん時代が収束を迎えます。それと今ある J-POP はグループサウンズがルーツです。ロカビー時代からグループサウンズが出てくるまで洋楽の楽曲をそのまま歌うか日本語の詞をつけて歌うかが日常でした。そういう意味ではオリジナルのポップスはグループサウンズから始まったからです。私は強く言いたいです、今の J-POP のルーツは間違いなくグループサウンズです。グループサウンズが衰退していく要因はこの後資料として表示いたしますので、それを見てください。ではこの話の続きはエピソード4でお話したいと思います。ありがとうございました。